聞きたくなかったね、響ちゃん。でも、黒井社長言ったはずだ。アイドルアルティメイトで優勝できなければクビだと。勝てないアイドルはいらないんだよ。せっかく金をかけてやったのに無駄にしやがって。とっとと故郷にでも帰るんだな。Bye.
これから一人で思いっきり泣きたいっていう時にライバルの顔見たくないと思うし。プロデューサーさんは乙女心が分かってませんね。とにかく響ちゃんのことはプロデューサーさん一人で追いかけてあげてください。事務所に帰れば高木社長もいるし、うちには家族も待ってますから。それに私はもう大きな約束果たしてもらいました。だから一人でも大丈夫です。誰も幸せにならない。昔と同じだ。いい加減失敗から学んだらどうだ。失敗から学べだと？その言葉そっくりそのまま返すぞ高木。おとなし小鳥にジムをやらせているそうだな。いい加減彼女らのことは諦めたらどうだ。ま、私には関係ないがね。誰に何と言われようと私は私のやり方を貫くつもりだ。プロジェクトフェアリーはこれで終わりではないぞ。まだ続ける気なのか。お前のやり方でトップアイドルを育てられるものか。君のやり方ではトップの座を長く守ることはできん。見ていたまえ、すぐに奪ってやる。そしてナムコプロという事務所の存在すら消し去ってやろう。では失礼。おや、あ、君戻っていたのかい。よかった。帰りが遅いので心配していたんだよ。探ろうとしていたが結局
大したことは探れず、ガラハ君と話しただけに終わった。カズ、それでいいんだよ。君と話すことで孤独だったガラハ君もいくらか救われたことだろう。黒いプロのやり方は予想していたからね。君に彼女の力になってやってほしかったんだよ。さて、それはどうかな。ああ、私は少し散歩してくるから先に事務所に帰ってくれたまえ。ご近所さんと立ち話していたら頭痛がしてきてしまってね。頭を冷やしてくるよ。では後で。続けていきたいです。プロデューサーさんと一緒に、それが私の次